雷鳴が来る。行きましょう。この剣を雷光にして。よっ、ここにあり。後ろは任せたわ。行動開始。行きましょう。行動開始。殺意が空気から伝わってくる。
よ、ここにあり。ついてきなさい。あちらかしら。先生が助けてあげましょう。ローデット。ごきげんよう、ブローニャさん。あら、そんなに警戒しないでください。ブローニャさんに対して悪意はありませんよ。もちろん教会堂で私がしたことが皆様に不快感を与えてしまったことは存じておりますが。何のためらいもない暗殺でしたね。正確で冷酷で非常な一撃でした。不快にさせてしまったことに関してはお詫びします。ですが仕事は仕事です。伝説のウラルの銀狼さんならご理解いただけるかと思いますが。かつてのブローニャなら理解できたのでしょうけど、今のブローニャは仕事を理由にすれば悪いことをしてもいいとは思っていません。ブローニャさんの言う通りです。誰もがポリシーというものを持つべきです。外部のルールばかりに頼っていては未熟ですからね。何が言いたいんですか。いいえ、何でもありません。ブローニャさんとキアナさんが律者コアの実験に参加すると聞いて、何か協力できないかとデュランダル様に言われまして。もちろんブローニャさんがその気でなければ失礼いたしますが。ブローニャはある日突然あなたに刺されたりしませんよね。ブローニャさんはご冗談がお好きなようですね。殺し屋の界隈でウラルの銀狼の名前はすぐに消えてしまいましたが、さすがに私もカロン名録で最速盗聴記録を作ったブローニャさんに無礼なことはできません。それにハイペリオンの皆さんとは仲良くしましょうとデュランダル様に何度も言われております。ですので出過ぎた真似はいたしません。わかりました。それでブローニャに何をおすすめしてくれるのですか。もちろん実践によるウォーミングアップです。こちらへどうぞ、ブローニャさん。よっ、ここにあり。ついてきなさい。たまには徒歩で進むのも悪くないわね。もう始まります。やじゃん。時期を見て動きましょう。さすがウラルの銀狼。動きに無駄がなく頭の回転も速い。大変勉強になりました。ですが殺し屋の後輩として少しアドバイスをお話ししてもよろしいでしょうか。アドバイスですか。ブローニャさんの戦い方は確かに敵を仕留められますが、少し優雅さが足りないと思いまして。戦場で最も大事なのは目標を殲滅することです。余計なことを気にすると任務自体に予測不可能な影響を与えてしまうかもしれません。ええ、ブローニャさんの言う通りです。しかし少し花を添えれば今後の任務にも役立つかもしれませんよ。雇用主が仕事ぶりを褒めてくれるとかですか。それもメリットではありますが、芸術というものには他人との間に現実を超えた信頼関係を築いてくれる可能性があるということを私は言いたいのです。そうですね、目で見たものこそ真実。よろしければ私
行きましょう。私に服従しなさい。お掃除が終わりました。いかがでしょうか、ブローニャさん。何か不足な点がありましたらぜひ教えてください。リタはどうして夫側にいるんですか。私が天命のS級バルキリーで、オットー様が天命の大主教様だからです。それを聞いているわけではないことは存じております。デュランダル様も私も選択しなければならない時に自分の立場に基づいて選択をしたまでです。その中でブローニャさんたちを傷つけてしまったこともあるかと思います。私たちは当時自身の認識を超え完璧な選択ができていたとは限りませんから。じゃあ聞き方を変えます。デュランダルさんはあなたにとって上官ですか、それとも仲間ですか。一生のお付き合いをしてもいいと思える友人です。ではオットーは。天命のまだ辞任していない大主教様です。彼の命令に従うことがバルキリーとしての責任です。もし将来デュランダルさんとオットーの意見が分かれたらどうしますか。お許しください、ブローニャさん。今の私の立場ではその答えを言葉にすることはできません。ですがこう考えてください。私とブローニャさんの似ているところはブローニャさんが思っているよりもずっと多いかもしれません。どういう意味ですか。一生お付き合いしてもいい友人の中に可愛らしいけどつい心配してしまう相手がいるということです。デュランダル様は真面目で話し方は容赦がありませんし接しづらいところもあるように見えますが、時々普通の女の子のように不器用で、というより素直なのに素直じゃないところが可愛らしいのです。ですのでブローニャさん、そういう時私たちは自分の心のままに行動するのではないかと、私はそう思っております。あなたの伝えたいことが分かったかもしれません。それならよかったです。私たちの過去には摩擦や不快などがありましたが、テレサ様が主教になった後は皆様と仲良くしていきたいと思っております。少し時間がかかりそうですが、ブローニャもそうなるように願っています。では友情を育むべくまずは崩壊獣を一緒に倒しませんか。いいですよ、ブローニャについてこられるのなら。最善を尽くします。昔彼女とここに来ました。時期を見て動きましょう。私に服従しなさい。
行きましょう。ブローニャさんです。そちらもなかなかですね。さすが天命の S 級ヴァルキリー。お褒めの言葉ありがとうございます。ブローニャさん、この訓練が後ほどの実験に役立つことを願っております。はい、おかげでウォーミングアップができました。ありがとうございます。では私はそろそろ失礼いたします。実験がうまくいくように願っております。私もデュランダル様と共に皆様のことを応援します。あ、リータ、どうしました？ブローニャさん、あなたが今日話したことについて一つだけ忠告したいことがあります。何でしょう？仲間が自分を失望させるようなことをしないと信じているのなら、その時はあなたも仲間を失望させるようなことをしないでほしいと思っています。もちろんです、ブローニャさん、心に銘じておきます。で、先生が助けてあげましょう。私にやらなければならないことがあります。行きましょう。